どこで飯食おうかな。先ほど行ったあの 山の宿にある山崎ショップ、朝の7時から営業してるらしいです。すごいな。
時半か。9時半に昼飯は早いわな。9時半に昼飯食べたら13時に晩ご飯食べやんなあかんな。夜中の1時に朝ごはんやな。あかん。やっぱりヘルメットをかぶってる時は大きく挨拶なり表現しないと相手がわからんから。
村に入りました。ふうトンネル、村に入りました。飲めそうな水です。まあ飲んでも下痢はしえへんやろ。焼酎で割ったらええな、まあ、消毒されるの。走るともうキョロキョロで
全てに興味津々で、これまっすぐ行ったら上北山ちゃんはどっかの役場があったはずや、幼稚園とか走るから怖い。ただ車の乗れない人は原付ぐらいは乗りたいよな。あれなんや、町営住宅か、同じような家がいっぱいある。この道はまだ299、県道299、あ、これが424-25です。これ行くとさっき言ったあの21世紀の森につながってます。あの道です。あそこで今、白谷トンネルは通行止めと上がってなかったな。行けるんちゃうんか。ここがちょっと町になってます。下北山役場があって学校があって下北山やな。これ425をずっと行くと俺169に当たる。169、そこは下北だわ。下北山です。どこらやった下北山か、わかれ。あ、なんかレストランやってる。20キロ？そんなあったか。あ、上北山、おや、今行こうとしているのは下北山ちゃうかった。下北山村やな、ここは。と言ったら、あそこちゃうのか。あの池原ダムのちょい北ちゃうのかな。これ覚えてるわ、斜めの橋。
キロいうのは役場の所在地やから、これ明神池の道やろ。自信なくすわ。弁当食べようかなと思ってますね。綺麗なトイレがありますかな。ここで食べようか。ちょっと早いか。